こんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。今回はエルジェ長財布をご紹介したいと思います。はい、お願いします。では一つ目、リティスタのロングコンパクトウォレットです。はい、かなり薄めで、両手の手のひらからも溢れないコンパクトな佇まいとなっております。小ぶりなバッグだったりポケットに入れても使いやすいかなと思います。リティスタさんは他のブランドが作らないような、それでいて機能的にもデザイン的にも優れている商品を生み出し続けているブランドさんということで、とてもリティスタさんらしいデザインとなっております。経年変化が味わいやすい革素材を中心にアイテム作りをされているということで、こちらもプエブロレザーを使用しております。これは使っててどれぐらい経ったとかあるんですか？こちらも3ヶ月使用した段階の色になっております。でも結構ツヤ出ますね。そうですね、もともとは結構ザラザラとしてマットな質感なんですけれども、使っていくうちにどんどんツヤが出てくるので、表情も変わってくるのですごく楽しめるような革となっております。それでは中身をお見せしたいと思います。はい、溜めるね。とこんな感じで、コインケースとお札を入れるところが2箇所あります。コインもしっかり見えるので取りやすい。確かにコインポケットの底までしっかり見えますね。はい、こっちだったりにも収納があるので、レシートだったり領収書だったりも結構入ります。なるほど。カードって何枚ぐらい入りますか？はい、カード収納は、全部縦に入れていただくので合計8箇所、ここに4枚とここに4枚、合計8枚入れることができまして、実は表にもカード収納があるので、交通系の IC だったりとよく使うクレジットカードだったりもこちらに収納することができます。確かにここにポケットあると、こう交通系 IC ピッとそのまま行けそうですね。そうですね、 IC もそのまま改札を取ることができます。では2つ目、こちらパーリーの L 字の長財布です。はい、これも薄型ですね。そうですね、かなり薄型になっておりまして、やっぱり特徴なのがこのもちもちとした革になってます。こちらはエルクの革、鹿革になっておりますので、こう耐久性だったり柔軟性にも優れております。使っていくたびに柔らかくなってツヤも出てくるような経年変化を楽しむことができます。なるほど。中身がこのカード収納がすごく多い印象ですね。カードポケットどれぐらいありますか？12箇所合計ありますね。12箇所。はい、6枚6枚入るのでかなり大容量です。なるほど。なのでよく使うものはこっちで、あまり使わないカードはこっちに収納したり、結構区別することができます。なるほど。はい、とコインポケットの色がこの表の色と全く違うのが私のおすすめポイントです。確かにすごいビビッドなブルーですね。はい、鮮やかなブルーになっております。色の展開も多くて合計6種類色があるので、よってこの中のコインケースの色も違うので、そこもお楽しみいただけます。なるほど。レシートとかってどこにしまえばいいとかありますか？お札を入れるところになるんですけど、ここにも収納があるので、はい、カードポケットの裏ですね。そうですね、領収書だったりレシートはこちらに収納することができます。そこにしまうと、こうお財布を開けたすぐのところに見えなくてすごい綺麗に収まりそうですね。そうですね、確かにこう開けた時にはすごいすっきりと自分が使うものだけがパッと見えるような形になってます。なるほど。はい、はい、では3つ目はレディオアオーダーのエッセンスマザーゼロ長財布で、結構見た目は先ほどの2点とはガラッと雰囲気が変わりますね。確かにすごい上品な雰囲気になりますね。はい、そうですね、いい硬さのある片押しの牛革を使用したお財布となっておりまして、汚れだったり水にも強くて経年変化しにくい革となっているので耐久性が非常に高いです。使い手の気持ちを考えて繊細かつ丁寧に仕上げることを信条とされているということで、この片押しのしぼの美しさだったり
持った時の手にしっくりくるところが洗練されたデザインだなって感じますね。うん、確かに。では中を開けます。はい、こんな感じでお札とカード部分とコインの部分が分かれているようなちょっと珍しい形状となっております。こちらにお札を入れていただくといただいて、はい、ここにカード収納が3つと、実はこちらにもカード収納が隠れているので、ここにあまり使わないカードだったり領収書やレシートなど入れていただいて、ここからはほとんど見えないのでしっかり目隠しになっていいのかなと思います。確かに開けた時にすごくすっきりする印象ですね。はい、うんうん、L 字の長財布では珍しく、ここにコインケースにファスナーがついているのもお財布のおすすめポイントになります。確かに安心感ありますね。そうですね、なかなかこの薄さでファスナー付きのコインケースって珍しいので、すごく使いやすいと思います。なんかこうファスナーが中に入ってると L 字って薄いじゃないですか、はい、こうパタッと閉じてジッパー閉まった時に外側からこうファスナーの当たりを感じたりすることもあるかなと思うんですけど、そのあたりはどうですか？本当に全くと言っていいほど感じないですね、うんうんうん、このファスナーのチャック部分もパタンと閉めた時に全く感じないような形状になっているので、こだわりの詰まった L 字の長財布だなと思います。ということで L 字の長財布、今回は3点ご紹介いたしました、はい、小さなお財布が増えている中でお札をきれいに保ちたい、でもコンパクトに持ちたいという方も多いと思いますので、ぜひこちらの3点ご検討してみてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。詳細はそれぞれ概要欄の方に、URL がございますので、ぜひ商品ページも合わせてチェックしてみてください。ではご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。